ダメな現代人を、歴史上の知識者が論破します。今回の論者は、クリトレバンです。早速ご覧ください。いやー、今年もあっと、いい馬だったな。今年は何もない年だったなー。来年こそは自分を、変えるぞ。YouTuber が読書はいいと勧めてたな。よし、今年は、読書を習慣化するぞ。そうと決まれば。何してるんだ？自分を変えるために読書をすることにしたんだ。早速 Kindle をインストールしたよ。そうか。そんな調子じゃお前は何も変わらない。いや変われますよ、現にすぐ行動したよ。確かに行動することは大切だ。しかし、その行動する順序が間違っている。人間誰しも大なり小なりキャパがある。今のお前が読書という行動を取り入れても、容量一杯のコップにさらに水を入れようとしているのと同じだ。当然水は溢れる。読書を始めても、やれ仕事か、やれゲームかと言い訳をつけてやがてやめてしまう。つまり読書の習慣化なんて到底できないのだ。大切なのは、容量を減らすために、始めることではなく、やめることだ。安心しろ、無能なお前は容量は簡単に減らせることができる。電車やトイレにいる間にスマホを開き、Twitter、YouTube を見ているだろう。それらで、時間の浪費、無駄な情報、無駄な感情を取り入れている。それらの行動をまず、やめろ。話はそれからだ。ああ。クルトレビンは変革の成功には、回答、変革、再凍結の3つのプロセス。が必要だと提唱しました。回答とは、変化の必要性を認識し、思考をほぐす準備段階です。なぜ読書をしなくてはいけないのか。なぜ変革が必要か。意識づけが必要です。変化とは、古きをやめ、新しいことを始め、考え方や行動に変化が起こる過程です。ストレスや不具合が生じます。再凍結は、新たな視点になれ、変化を受け入れる段階です。この時、読書を習慣化できたと言えるでしょう。何かを始める時は多くの人は、再凍結から入りがちです。過去の自分にケリをつける、終わらせることこそ重要だと、レバンは説いています。2021年、皆さんは何をやめますか？以上、クルトレバンのお話でした。